商品レビュー専門の J です。まあ、今日は取って出しですね。私の感じたこと。あの、言葉っていろいろあるじゃないですか。なんか専門用語とか流行語とか。まあ、私の好きな言葉、最近だったらバイブスとか。まあ、バイブスという言葉、100年ぐらい前から、日本語で言うと気という、気分は病からとか。そういう気として使われてて、まあ、80年代ぐらいに、バイブレーションで略さずに、まあ、いろいろな歌手が使った。それで、まあ、90年代、2000年代ぐらいは、このヒップホップ界隈の人が使ってますね。まあ、というよりそういう、そのバイブスに限らず、まあ、いろいろな言葉。まあ、人によっては、なんか耳につくとかって人いるんですよね。なんか話してて、相手がそういう言葉ばっか使ってくる。それ、実は自分が使っちゃってるってところがあるんですよね。どういうことか、使ってるのに、そういう言葉を理解できない。そういう人が使っちゃうと、まあ、理解してる相手が、あ、この人、こういうバイブスとか、新しい専門用語とか、そういうの好きなんだと思って、まあ、横に広げて、いろいろ言ってしまう。そうすると、まあ、相手というか、帰ってきた方、あれ？なんかいっぱいこの人、変な言葉とか使うなーって、流行の言葉とか横文字とか使うな。って感じちゃうんだけど、実は、自分自身が最初にそういう言葉を発しちゃってるから、いっぱい洪水のように浴びる。そういう現象なんですよね。そう私考えますね。まあ、言葉とかって雑誌とか読んだりとか、テレビとか読んだりとか、まあ、あと、最近だと、素人の書いた文章、手軽に読めるじゃないですか。SNS とかブログとか、そういうもの。そういうもので、まあ、新しい言葉が出てくる。その言葉、まあ、本当に正しいのか間違ってるのか、いわゆる査読、レビューみたいなもん、されてないんですよね。普通の雑誌とかだったら、まあ、デスクとかがちゃんとレビューするんですよね。ただ、そういうのが入ってない。だから、そういうカジュアルな文章を、まあ、読んじゃう。で、それによってその言葉を理解せずに誰かにまず話す。まず、私がちょっと困ってる人としましょう。私が困ってて、誰か私がポロッと、例えばバイブスという言葉をよくわからずに使う。そうすると向こうは、いろいろなバイブス関連の、その横文字使って返してくる。そうすると、なんか、いっぱい言葉返ってくるなって。まあ、最初のことの発端は、話す方にあると思うんですよね。だから、なんか相手が難しい言葉を使ってくるなとか、耳慣れない言葉を使ってくるなと思ったら、まあ、自分疑ってください。多分使ってると思いますから。知らないうちに、よくわからずに流行る言葉を使ってる。それ使って話しちゃう。そうすると向こうから、その言葉をベースにした、新しい言葉が洪水のように返ってくる。理解できないよって。なんか人いっぱいそういう言葉使いやがってって思うんだけど、ことの発端は、自分自身にある。だから自分が例えばそういう新しい言葉とか使ってほしくない。そう思ったんだったら、自分も使わずに話す。古い言葉を使って話す。それが重要なのかなと思いましたね。嫌い嫌いと言っといて、自分が提供してたら、それ相手も混乱しますからね。こういう言葉を使って話してきたのに、こっちが、流行の言葉を使って合わせてると、どうして、そんな新しい言葉が使うんだって言い出すんだ。混乱しますよね。あと難しい機械、例えばこういう機械のことをこの機械、動くとかすごく詳しく聞きたいと思って、詳しく聞く。そしたら向こう、しっかりと返してきますよ。そしたらなんか難しい言葉ばっか使って返してるな。そりゃ、原理、動き方を聞きたいって言ったんだから当たり前ですよ。相手は返してきますよ。だから、決して理解できないもの。あと理解したくないもの、めんどくさいもの。それに対して、原理を教えてほしい。なんてこと言っちゃいけないんですよ。
うん、話の間も持たないし、相手もイラッとすると思いますよ。だから、なんか話してて難しい言葉ばっかになっちゃう。なんか話が自分とは違う方向に飛んじゃう。その原因は、中途半端に理解してる人が、この、新しいことを聞こうとしちゃう。自分の分野以外のことを深く掘り下げようとしちゃう。あと自分が中途半端に知った単語とかを、理解せずに使おうとしちゃう。その単語だけ知ってても、その横のつながりとか知らないと、話できないですからね。だから、なんか変な言葉の洪水浴びるな。その場合、相手がいきなし浴び捨てるというより、こっちが、そういう言葉を要求した、言っちゃってる。そういうところがありますので、注意してみてください。周りで、なんか鼻につく言葉、鼻っていうか耳につく言葉が溢れるな。多分あなたが言ってますから。